は当てるんだけどさ、おはようございますって言ったら、おはようございますね、うん、朝7時です。おはようございます。おはようございます。朝ですね。今日も元気に頑張っていきましょう、はい、今日は暑いっすね。いや暑いし眠いね。眠い。まあ久しぶりに昼間出たんですけど、家を。うわめちゃくちゃ暑 い。どういう生活してんの。夜行性じゃないんだけど。びっくりしちゃった。夕方以降家出ないんですけどね。まあ、気持ちわかるね、ちょっとね。まあ、わかります。わかるわかるわかる。ということで、今回はこの二人に集まっていただきました。どうも。どうも。どうも。こういう感じだ。どうも。私もね、まだ掴めてないから、朝7時だしね、朝7時だし。結構長くない？長いか。そろそろ掴めないと。掴まないとやばい。今日やりたいのは、なんと、ミヤボーさんについての俺様クイズをやりたいと思います。イエーイ。やってるから掴んでるんですけど、みほさん初めてですよね。初めての体験です。初めての体験ですか。ありがとうございます、はい、なんか言葉がいやらしい、ね、いやらしいということで、俺様クイズっていうのを説明すると、はい、自分に関しての身勝手なクイズを出してほしいんですよ。はい、猫の好きな色は何ですかみたいな、はいはいはい、とか、はいはい、そういう自分に関する周りは知らないだろうけど僕みたいな感じのクイズを出してほしい。はいはいはい。なるほどね。できます。いやできますよ。できますか。よかったです。いやできないっていう人いんの。いや無理っすみたいな。もしかしたらいるかもしれない。わかんないけど、いるかもしれない。とりあえず5問出していただきたいんですよ。5問、はい、大丈夫ですか。5問、はい、5問結構厳しいです。結構厳しい、うん、最後の2問ぐらい難しいよね。、うん、はい、ということで、はい、じゃあミヤボーさん5問出していただくんで、私たちこれでピンポンって押して答えるんで、はい、わかりました。オッケーです。じゃあいいですか。はい、ミヤボーさんの俺様クイズスタート。あ、もうこの場ですぐ考えてる、ね、そうそうそう、この場ですぐ考える。やばいな、これ。ホワイトボードに書いてもいいし、書かなくてもいいですよ。あー、なるほどなるほど。どっちでもいい、もうほんと好き勝手にやってください。どうしようかな、はい、好き勝手にやる。なんでもいいです。どんな問題でも答えますか、私たちは。そうだな、そうだな。はいはい、いや、どうしよっかな、ちょマジで悩むな、これ。1問目くらい。ちょっとまず簡単から徐々にステップアップでいいですかね。あ、超簡単なのからいくわ、はいはい、じゃあ最近、はい、俺がハマってる食べ物は？簡単じゃねえから。簡単。それも、もう第一問ですか。いやね、第一問す。それは一ついいけど、飲み物ではないよね。食べ物がいいよね。食べ物。それ甘い系かなんか、がなそういう系か。求めるね。普通に考えて。あ、普通に考えて。ラーメン。もっと詳細ですよ、ね、もっと詳細だけど、はい、まあ、ラーメンです。ええ正解でいいです。正解でいいのに。いやいいの。ラーメンの種類を答えてる。あ、なるほどね。そう、さらにそう、背脂ちゃっちゃけ。いや、好きだけど、うん、最近ではない。最近ではないか。ね、私がハマってるのを言っちゃった。普通に味噌。味噌。味噌。味噌じゃない。味噌じゃない。これ多分わかる。じゃあ、お母さん早く押してください。これ押してください。ダメ、回答権がありません。回答権がありません。マキさん、蒙古タンメンのカップ麺。正解。しかもカップ麺なのね。いや、カップ麺です、カップ麺です。だからラーメンはまあ合ってたんですか。合ってたんだ。でも、なんでもうカップラーメン、本店とか行かないの。いや、自信ない。自信ない。いや、辛いのクソ苦手なんですよ。あ、そうなんだ。 なのに好きなんですか。いや、なのに、そう、最近なんか辛さに耐性をつけようとして、はい、とりあえず、そう、セブンイレブンで、そう、なんか辛いのに強くなりたくて。あ、はい、なるほど、苦手は克服的な。そう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 、それで、なんか蒙古タンメン食べ始めて、それで、めっちゃうまいなって、辛いのにうまいなっていうのが、もうこの年になってやっと分かって、やっと分かってきて、うん、そう、それで今蒙古タンメンすごい熱中して食っていると。あー、ちなみにカップヌードルのトムヤムクンもちょっと辛いんですけど、ああいうのにはまだ挑戦してないと。もう、それと蒙古タンメンどっちが辛いんですか。いや、多分蒙古よりか辛いかもしんない。マジっすか。スパイス的な辛さなのかな、あっちは。ああ、辛さの種類が違う。そうそうそう、唐辛子的なっていうよりも、うん、そのスパイス的な辛さっていうのかな。あ、じゃあまあ、でもそれもちょっとね、ぜひ挑戦してみたいです。でも最近僕の近くのコンビニ、うん、僕がなんか蒙古タンメン普通のやつ、うん、買い占めたかどうか知らんすけど、北極入れ始めたんですよ。うわー、さらに上を行ったってこと。最近この店も
蒙古タンメンめっちゃ売れるなと思って、多分その店は多分急いで北極を入れたんでしょうね。急いで取り入れた締めって思ったんですかね。締めそう、これ売り上げ伸ばせるな、伸ばせるな、貢献できるなって思ったんでしょうね。あ、なるほどね、はい、じゃあ宮郷さんのとりあえず答えが、コンビニに売ってる蒙古タンメンのカップラーメン、はい、ということで、いやマニアックでしたね。マニアックだ、小川さんさすが、うん、一回回答権失ってたけどね。あのね、僕のことちょっとでも興味あれば分かったことです。わあ、ごめんなさい。ツイッターとかなんかそういう、あ、そう、ツイッターによく、もうそうか、あ、ちょっとやばいやばい、私たちちょっと見せられちゃった、見れちゃった、やばいやばい、分かっちゃいますよ、大丈夫、宮本さんのことね、あの気にしてるよ、大丈夫、気にしてるよ、気にしてる、すっごい気にしてます。やばいやばい、次か。はい、次お願いします。第2問、いやー第2問考えてなかったんかい。全く考えてない。これ結構ね、その先のことを考えられないから、考えられない、考えられないですよね、はい、じゃあどこ見てるの。ほら、本当に眼差し。いや、この場でだって考えるの結構難しい。結構難しいです。だってみんなどれくらいかかってた時間。私結構パッと、はい、パッと、ちょっとね、なんか、あの、ほんと不思議な問題。そして、エッカちゃんがすげえ回答率だった。あ、そうそうそう。あー、そうなんだ。そう、エッカちゃん、私の家に勝手に忍び込んでる可能性があるっていうね。そう。そうっていうね。変態じゃん。しかも、使おうって言ってましたもんね。そう。私と一緒のシャンプー。あ、お、なんか俺の、最近欲しいもの。おー、あえぇー。欲しいもの、欲しいものですか。あ、持ってんのかな。え、もうそれ問題ですか。問題です、はい。スイッチ。スイッチ、あ、任天堂、そうそう、スイッチ、バイバイ、違うか、え、私もそれを答えようと、ね、そうだよね、はい、ゲームかと思った、うん、違うんですよ。えぇ、ー、いや、これ、靴、あー、違う、あ、惜しい、違う、違う、靴じゃない、帽子、いや、違う、だけ、離れた、その流れだったじゃん、これじゃない、サングラス、あ、夏だし、そう、あ、違う、違う。食べてますけど、いや、これ使えんやな、これ水着、夏だし、あ、違う、いや、ちょ、お腹出ちゃうでしょ。お腹気にしてるんですか。ヒント、え、お腹ヒントですか。あの、ヒント、お腹ヒントじゃない、ヒントじゃない。ヒントは、アウトドアっす。アウトドア、アウトドア、アウトドア、はい、アウトドアっす。網、虫取り。子供か。違います、違うか、ヤマオさんの少年、そう、少年か。バッグ、リュック、なあ、違う、アウトドアのリュック、え、アウトドアでしょ、帽子でもなく、サングラスでもなく、水着でもなく、靴でもない、いや、むず、お母さん分かりました、いや、これむずいっすね、分かんないな、なんだろう、これ別に言ってないっすね。これもう2問目にしちゃちょっと、あ、ハードル高い、言ってないんだ、え、アウトドアで、なんか今あの、富士山に登るようなあの、嘘でしょ。あー、はいはいはい、いや、違う、別に山登りはいい、山登りしないんですね。はい、バーベキューグッズ、あ、うわ、マジ近い、マジ近い、わかったわかった、テント、正解、すごい、テント、すげえ、よくわかったね、いや、逆に気持ち悪いわ、私すごい、さんマニアじゃない、知ってるね、知ってる、なんでテント欲しいの。いや、俺実はそのなんか外でなんかテントとかで寝たことないんすよ。あー、なるほど、お泊り、お外でお泊りみたいな、はい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 、そう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 、なんかバーベキューはあまではあるんですよ、普通に野外で飯食ってとか、うんうんうん、でも外にそんな泊まったことなくて、まあ野宿はあるんですけど、野宿それが珍しい、野宿、そう、野宿あるんだけど、テントあの空間ってなんか楽しくないですか、めっちゃ、このね、暗い中でちょっとランプを置いて、そう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 、なんか寝袋でこうやって寝るみたいな、なんか林間学校みたいなので経験した、いや、しなかったんですよね、あ、してないんだ、通りホテルだった、ホテルだった、そうなんですね、うちはもう小学校の時から、へぇ、うち半々でした、なんか1日目はホテル、2日目はテントみたいな、あ、めっちゃいいね、それめっちゃいいじゃん、超楽しいじゃん、楽しかった、いや、いいですね、だからちょっと夏だしさ、ちょっとアウトドアしたいなって、あ、なるほどね、まあ、テントは、テント欲しいな、テント欲しい、え、ちなみにそれは一人用テントがいいんですか、やっぱさすがに 3,4 人とか入れてのテント、いや、なんでもいいっす、はい、ということで、私当てちゃった、よかった、いや、すごいね、当たったわ、アウトドア、よかった、じゃあ次、3問目いきましょう、3問目お願いします、はい、って言って考えるやつね。いや、そうそうそう、俺全くその場のことしか考えていないですから。でもずっと気になってるけど、はい、その T シャツは自分で描いたわけじゃない。いや、これ
れ自分で書いてないんですよ。書いてないこれめっちゃね、なんかその、そう、どこで買ったんですかとか。出会ってすぐに私も聞きました。どこで買ったのそれ。いやこれ、あ、これはもう、あ、だめだ、答えしてるわ。何それは。あ、これ、でも別に問題するわけでもないですけど、これ普通になんかアウトレットで買いました。アウトレットで、あ、じゃあブランドのものなんですか。いや、ブランドじゃない。あれ、わかんない、ちょっとデザイン T シャツ、タグを見たくなりますけどね、どこのだろう。デザイン T シャツ、かわいい。かわいい。いや、これ1枚しかなかったんです。あ、1、あ、もう、じゃあ猫ちゃんですよね。足がもう片方ないけどね。ほんとだ。え、これ足、これ足っすよ。え、え、足なのそれ。めっちゃ浮いてるじゃないですか。4本ありますよ。あ、じゃあ、ちょ、問題また考えて難しいな、じゃあ。はい。いや、もう超簡単で。はい。この、好きな色、うん、え、嘘でしょ、ここに来て。いや、思いつかなくて。好きな色、これミヤボーさんファンだと分かる感じですか。結構公言してますか。まあでも、なんか俺結構好きな色変わるんですよね。なに、むずいか。最近流行りの色ってことですか。流行り、そうっすね。別にグレー、グレー。あー、なんか今そうそうそう、そんな感じがしますね。うん、違います。違う、黄色。あー、黄色一番嫌いかもしれない。一番嫌いのが当てちゃった。嫌いなんだ。一番嫌いかもしれない。黒。うん、いや、それはちょっと普通すぎるな。あれ、ちょっと何、変化球赤。赤、うん、違う。黄緑。あ、黄緑一番嫌いかもしれない。どれどれ、そうなんだ。どれどれ、それはなんでなの。いや、なんか黄色とか、黄緑、うん、ちょっと汚い色に見える。汚い色に見える。爽やかに見えるんですよ。これとか、これ黄色緑で爽やかに見えるんですよ。汚いですね。感性が人によってね、ちょっとなんか そういうあの、まあ、はい、好みじゃないんだね。そう、なんかそう、ブルー。ああ、普通に好きだけど最上級ではない。今では最上級ではない。え、今こ、あ、ピンク。あ、違うダメなんだ。え、なんかでもいい感触だった気がする。ね、いい感触、うん、でも赤、そっち、パープル、紫。正解。おお、いや、紫なんですよ。いや、最近スマホケースもこれ紫にして。あ、ほんとだ。結構最近紫して。なんでですか。欲求不満なんですか。え、これ紫ってそうなの。紫って欲求不満って言うよね。あ、そうなの。初耳なんですけど。ちょっと、やだ、宮本さん、そんなところで公言するなんて。いや、びっくりした。どうしたんですか。どうして好きなんですか。なんか誰かの受け売りとかなんですか。ただパッと見て紫かっこいいな、いいな。いや、前までなんか青とかめっちゃ、青黒とか、そっち系の暗い色が好きだったけど、暗い色が好きだったけど、なんかちょっとなんか明るみある方がいいなって。あ、勝手にもこれ本当わけわかんないですけど、なんか最近紫好きだな。ちょっとだけ明るくなろうと、なろうとしてるって。あ、そうですかね。なんか最近なんか部屋のもんとかもちょっと紫のもん、あ、増えてきて、そうそう、増えてきたりして、最近紫ばっかだなって思って。へー、どこっす。紫か、なかなか周りにいないかも。紫好き。あ、いないですか。うん、私いない。いそう。私もあんまり聞いたことないですね。やっぱりピンクとか水色とか、うん、そっち系の色が好きな子はいるけど。僕が小学生の時水色好きだった。だいぶ前ね、だいぶ前か。小学生って女の子はピンク、男の子は水色みたいな、はいはい、確かにあるね、そういうのね。そう、水色めっちゃ人気だった、うん、すぐ、え、色鉛筆で一番すぐなくなる色ね。マジっすか。え、知らない。好きな色はすぐなくなるって歌があるじゃない。どんな色が好きとか。え、え、俺は、え、それ